NPO 代表の工藤靖です。さて、安倍首相が衆議院を解散して12月14日の投票日に向けて今選挙戦が行われております。県の NPO はですね、有権者がきちっとこの選挙の意味、そして政策を自分で考えてほしいということで議論を公開しております。先日私たちの安倍政権の通信簿評価も公表しまして、もう少しで今度はマニフェストの評価の公表という準備も今進めております。で、私たちの議論は昨日から行われたんですが、今日はですね、3回目ということで、安全保障政策について議論を行おうと思っておりますということで、ゲストをご紹介させてもらいます。まず宮本アジア研究所代表で、中国大使も務められた宮本裕二さんです。宮本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて日本総研国際戦略研究所理事長の田中仁さんです。田中さん、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。最後に慶応義塾大学法学部教授の添谷義秀さんです。添谷先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、今日はご参加方と一緒に安全保障、それから外交問題についての評価ということをやっていきたいと思います。まず最初にですね、やはり私たちはその安倍さんっていうのが何を政策で目指しているのか、個別の政策ってある程度手段的なことが多いんですが、その上のですね、上位のやっぱり理念なりビジョンなり、そういうことがどうなのかということをまず考えなきゃいけないと思っております。ということで、安倍さんの安全保障外交問題を見ると出てくるのが積極的平和主義という考え方です。で、最近はですね、地球儀を俯瞰する外交とか、地球儀を俯瞰する積極的平和外交という言葉も使われてあるんですが、安倍さんはこの理念なり言葉の中で何を実際目指そうとしているのか、それはだんだん見えてきているのかということですね。はじめ去年の1年間ではですね、私たちはじめはよくわからない、何を目指しているのかということを指摘したんですが、それからまた1年、常に2年経ったんですが、そこあたりをちょっとまず皆さんにお話しいただいて、その安倍さんが目指していることをどういうふうに判断するかということから進めていきたいと思います。ということで、まず宮本さんからどうでしょうか。安倍外交というのはかなりその民主党外交のアンチテーゼ、そういうものをずっと手をそういうことをやった結果、今の形に修練していったという側面が強いんじゃないかなって感じしてましてね、見ててもですね、やっぱりこれまでの自民党がやってきた外交というのがいろんなところで崩されていったんですね。一つは対中 ODA をやらしてみたりね、対中というか ODA 全体を減らしてみたり、それからアメリカとの関係がおかしくなってみたり、最後は中国との関係もおかしくなりましたよね。だからそういう従って外交がこう停止をして、そして逆にマイナスに動くと、そういう状況下で安倍政権が登場しましたんで、そういうところをこう戻しにかかった、それがやっぱり一つの大きな骨格になってるんじゃないかと思います。そしてそういうものを包むものとして積極的平和主義ということが出てきたんじゃないかなというふうに思ってますけれども、はい、じゃあまずじゃあ田中さん、どうでしょうか。安倍さんは何を目指そうとして、それについてはどういうふうに評価してますか。私は地球儀を俯瞰する外交っていう言葉がありますよね、はい、正直何を目的としているのかよくわからないですね、どうもその新聞がね、いろいろ書かれることを見ればね、地球儀をってのは地球儀を回ってまさにそのいろんな国行かれたし、これは突筆すべき業績だと思うんですよ。いろんな国に行ってね、その国との関係を強化するっていうのは正しいことだしね、非常に私は高く評価したいんだけれども、どうもその考え方がね、いや価値観外交から地球儀を俯瞰する外交だと、あたかも全世界を回って中国を牽制するといったような雰囲気がね出ちゃうわけですよね。だから私は一体地球儀を俯瞰する外交というのはどういうことを意味するのか、まずよくわからないというのが一つあるんですね。もう一つはね、これ全体について言えることだけれども、日本国の将来ということを考えたら、今までのようにね、日本がどんどん発展を、その経済成長を高めていくということはもうまるっきりなくて、人口がどんどん減っていくぞという世界にあってね、本当は安全保障政策を強くするということは必要なことなんだけど、同時に現状を踏まえた上で安全保障環境を良くするという、まさに外交プロパの努力をしなければいけないわけですよね。
でその時にね、うん、いや中国や韓国との関係が今のような状況で、うん、果たして安全保障環境を良くする努力をしているかって言われれば、うん、それはちょっと待ってくれと、それはそうではないんじゃないかというふうに思うわけですね。で私は安倍政権がね、その安全保障を強くするそのための努力をされていることはよくわかるし、これについては評価をします。だけど同時に安全保障環境を良くする努力というのがねやっぱりされるべきではないかというふうに思うんですよね。ですから先般中国との首脳会談が行われたことは一つの重要な一歩だと思う。だけど本当に必要なのはこれからどういう政策をね東アジアで取っていくかという一つのビジョンを出していかないといけないというふうに私は思っています。うん、はい、確かに。曽谷先生どうでしょうか。言い方は難しいんですけど、これまでの安倍外交、こちらの、評価でも比較的いい結果が出ているわけですけど、私は可もなく不可もなくということかなと思うんですね。で、それにいくつかの意味があるんですが、一つはそのいわゆる積極的平和主義という、フレーズでやっている外交の中身を見ていくと、プレゼンの仕方は別としてね、そんなに新しいことじゃないと思うんですよ。言ってみれば冷戦が終わった後90年代から日本が地道にやってきた外交とそんなに大きく違わないと思うんですね、実質は。で、例えば集団的自衛権の問題にしても究極的には憲法改正の問題にしてもですね、これは1990年代から我々も活発に議論してるわけですね。ですからそういう意味では決して新しい政策課題でも何でもない。で、ここで一つやっぱり安倍外交の特徴があるとすれば、工藤さんの質問にあったようにその、安倍首相の理念ですよね。それとこの積極的平和主義と呼ばれるような外交がどういう関係にあるのかということをやっぱ考えてみることが大事だろうと思います。で、そういう視点で見ると安倍さんがこれは第一次安倍政権の時もそうですけれども、いわゆるこう戦後レジームからの脱却ということをややこう理念的なスローガンにして、それ で、憲法の改正がその戦後レジームからの脱却のための、革新的な問題だというそういうところから始まってるわけですね。で、第二次安倍政権も、安倍首相は満を持して再登場したわけですから、同じような、いわゆる理念的なものをお持ちになっていることは間違いないと思うんですね。それで積極的平和主義というのはこれ後から出てきたわけです。最初からそういう言い方をして登場したのではなくて、いわばこう戦後レジームからの脱却として始まった外交に積極的平和主義という、ネーミングを後からつけたというのが実態であって、でそのネーミングの中身を見れば先ほど申し上げたように決して新しい問題ではないと、日本外交が、やるべきことを、やっているというような側面も、非常にあると思うんです。でその後者だけを見ると、おそらく評価が高いということになると思うんですが、その、理念との関連、それから、戦後レジームの脱却というところから平和主義にこう移ってきたことの意味を考えると、私はもうちょっと複雑な現象なのではないかなと思います。今三方にお話しいただいたんですが、多分一般の人たちから見るとですね、なんか活動はしてるねと、一生懸命飛び回って、それが平和っていう非常に耳にいい言葉があるんですけど、何か理念的な問題できちっとどういうことを目指しているのかがわからない。一方で説明がなかなかしてないんじゃない、それ日本国民だけじゃなくて近隣国に対してもそうなんですが、という形でいろんな形がこう非常にこう摩擦を生んでしまってたんじゃないかと。ただ実際その外交ということがその首相のリーダーシップをベースにして動くということであれば、それはかなり動いているということがあってですね、いろんなところでこう点数がこう底上げになってしまうわけですね。今日アジェンダを設定していると、でその中でそれを具体化するというその理念的なところがちょっとよくわからないところもあるんですが、そういう形になっています。ただちょっと状況をちょっと区別してみると3つぐらいにちょっと分かれるところがあって、一つはその北東アジアの安全保障の環境という問題があってですね、直接こう日本が対応していけばいいのかという形があるのと、
平和主義っていうのはひょっとしたら昔の ODA とかです、もっとあの PKO とかですね、国連をベースにした展開の中のイメージにちょっと近いんですね。でそれに対して日本がどういうふうな世界的な貢献をしていくのかっていう問題がこうなんか一緒にこう用語になっちゃってるんで分かりにくくなっているんで、ここたちをちょっと分離してちょっと話を伺いたいんですが、一つは今の安全保障の日本の問われている環境と、それに対して安倍さんがやろうとしていることが適切 でそれに対してかなり動いてます。確かに集団的自衛権のこう課金決定を予定したり、あとあの武器なんだかとかいろんなものがなんか動いてるんですよ。あとアメリカ関係に関してはいろんな形においてあとあのガイドラインを多分 年内も来年あたりちゃんとやるっていうありますよね。でここあたりの取り組みについてどう判断していけばいいかということで、どうしよう、じゃあ宮本さんからで。いや間違いなく中国の軍事力が急速に増大してて、それがどんどん外洋に進出していく、そういう軍に変質しましたから、したがって日本もそれをひしひしと感じるようになったという意味で、安全保障環境がかなり本質的な変化が生じているということで事実なんですね。それに対して一定の軍事安全保障上の対応をするということも、これも当然のことなんですね。しかし問題は それを超えてね、それだけだともう終わりのない泥沼に入ってしまう、消耗戦に入ってしまって、国民の生活を犠牲にしない限り国の安全は保てないと、こういう状況に追い込まれていくわけですね。そうならないようにするというのもやっぱり立派な外交だと、政治だと私は思いますよ。そのために環境整備というところが必要になってきたときに、私はかねがねね、この積極的平和主義と、平和主義、この主義という言葉はね、重いんですよ。一つの理念がないとね、主義という言葉は使えないんですね。そうするとね、この PKO とかそういうものは、予防なんですね、あるいは今あるものを下げていく、すなわち現代に危険があってそれを下げていく、危険が起こらないように予防するということなんですが、僕はね、積極的平和主義という以上はですね、平和を作り出すと、主体的に作り出すという側面が入って初めて積極的平和主義という言葉に符合すると思いますよ。そうすると我々がずっと議論してきた東アジアにいかにして平和と安定 の構造を作るか、秩序を作るか、こういう問題につながっていくんじゃないでしょうかね。そう、積極的に平和を作り出すという点では、なんかあまり、まあ、そういう行動はしてたけど、なんかみんなに心配かけたって感じも見えるんですが、田中さんどうでしょうか。私はそういうふうに思うんですけど、例えば日本の安全保障政策がこれまで十分であったかということを考えれば十分でなかったと思うんです。ですから安倍さんが抱えてやってきたこと、例えば国家安全保障会議、その事務局を作るとかね、それから今の集団的自衛権の一部行使容認であるとか、もろもろの安全保障を強化する努力というのは必要なことであるし、今までもやってこなかったわけじゃないけれどもね、やっぱり政治的な非常に強いものがなかったから十分なそのスピードではできなかった、これはそれでいいと思うんですが、だけど外交の本質っていうのはさっき申し上げたようにね、その同時に外交で安全保障環境を良くするということをやらない限り安全保障だけが突出しちゃうんですよ。日本がね、十分でなかった安全保障政策を強化していくっていうのは、同時に、ね、外交で周りの国との環境整備をやるということをやってれば、そんなにその刺激を与える要因にならないわけですが、そういうその近隣諸国との関係で外交をして安全保障環境を良くする努力が全くされていない、それが問題だということを申し上げているんですね。それというのはね、例えば米国、日本よりうんと中国との関係で安全保障を強化してますよ。それはこの地域でいろんな国との軍事的な演習であるとかね、そのフィリピンとの、その軍事的な条約のさらにその強化とかね、いろんな方、日本との貿易力のガイドラインもそうですが、いろんな形で強化してますよ。だけど同時にね、彼らは中国を巻き込んで協議をしていく努力も強化してるんですよ。これ間違いなく強化してるんですよ。ですから今米中間には100近いね、非常にハイレベルの協議のフォーラムがある、それに比べて日本が中国や韓国と果たしてね、一体いくつの協議フォーラムがあるかってほとんどないんですよ。コミュニケーションを取らなくて、果たしてその安全保障環境を良くするような外交ができるか、それはできないんですよ。ですからね、これは明らかに
全体的な要するにその安全保障と外交というのは両両相まって、それで日本の政策になるということなのでね、これを早急にやらないといけない。ところがね、この安倍政権が持っている一つの非常に残念なんだけれどもね、問題はね、やっぱり歴史問題なんですよね。歴史について、私は政治家の心情というのは分かるんですよ。だけど国家の利益ということを考えてみれば、靖国神社の訪問とかね、あたかも村山談話を修正するような動きをして、それで中国や韓国のみならずアメリカにもね、一種の口実を出しちゃってるということですね。だからそれは私は残念ではならない、残念ならない。本来安倍政権というのはもっと大きな外交ができたはずなんですよね。ところがね、ああいう歴史の問題のゆえに失ってる、そのポテンシャルに失ってる利益というのは実は非常に大きいものがあるということをね、やっぱり我々見直さなきゃいけないと思うんですよ。口実を与えすぎてると私は思うんですね。はい、あのちょっと時間までその人様にも一言言ってほしいんですが、やっぱり確かにアメリカも世界が心配してましたよね、一時期個人の心情の転換。いや、日本ですね、日本、だからそれに対してギリギリ最後の選挙前にギリギリしかめ面の人と会ったっていうレベルの感じなんですが、どうでしょう。まあ、同じことを別の言い方をすればですね、先ほど言ったように90年代から同じアジェンダなんですね、基本的に。それで集団的安全保障にしても、それから武器資産原則の緩和にしても、まあ、国際政治を見ているリアリストはみんな早くやれとずっと言ってきたわけですよ。それでただ安倍政権の時の違いは、従来は90年代は特にそうですけれども、その基本的な哲学は国際主義だったと思うんですね。国連 PKO なんて典型ですよ。でつまりその国際主義的な発想でそういったアジェンダを議論してきて、で、まあ、動かなかったと。それで安倍政権になった時に衝動は明らかに国家主義的なわけですね。先ほど言った戦後レジームの脱却というような言い方が象徴しています。で要するにそのそういった、まあ、言ってみればこうややこう国家主義的な衝動の中で従来国際主義的なアジェンダであったはずのものをやろうとしているというのがミスマッチ でだからその今田中さんがおっしゃったような対中政策なんてもちろんもっと包括的にさまざまな局面に目配りして、まさにこう戦略的にやらなきゃいけないところを、いやいや、なんかこうこだわり、なんかこう国家主義者のこだわりのところからものを組み立てて、でそれを国際主義的な言説でこう説明するということが起きているから、まあ限界がつきまとうということだと思います。わかりました。じゃあちょっと一回安倍政権の理念というか目指しているものについてかなり深い議論ができたと思います。ちょっと一回休憩を挟んでですね、次具体的な評価に入りたいと思います。私は今の日本の民主主義はですね、民主主義の試練の最中にあるというふうに思ってるんです。どういうことかと言いますとですね、かつて日本が高度成長期にはパイの配分をめぐってですね、かなり民主主義が機能しました。しかし日本が平和な成熟国家に到達した時点でですね、国民が大きな問題に関心をあまり持てなくなって、自分の利害に関心を強く持つようになった。で、これにですね、政治が敏感に反応して、まあ、いわゆるポピュリズムのような現象が起こっていると。こういうことになると、民主主義はある意味民主主義であるがゆえに自ら機能のレベルを下げていってしまうということになるわけなんです。そこで必要なのはですね、私はオピニオンリーダーの存在だと思うんですね。国民、政治家、政党、それぞれしっかりしてほしいと思いますけれども、まず言論界なりメディア界がしっかりしたオピニオンをですね、信頼できる形で発信すると。国民がそれを聞いてですね、判断の材料にしてもらうと、そういう役割が今の日本に少し少ないんじゃないかというふうに思います。ですから言論 NPO としてはですね、このオピニオンリーダーの役割、しかも公平公正信頼できるオピニオンリーダーとしてですね、活躍されるということが必要なのではないかというふうに思っております。はい、じゃあ議論を再開します。で次は具体的な政策評価なんですが、ただ政策は私たちは9分野を
見てるんですが、その全てをここに言及するとちょっと難しいかもしれませんが、可能な限りそれに意識して発言していただければと思いますが、一つの軸はその、まあ、民主党政権の網山さんもさっきおっしゃったんですが、その中で日米問題というのはちょっとある程度問われて、まあ、その改善をしなきゃいけないという問題があったんですが、と同時に近隣国ですね、中国韓国との関係が非常に悪い状況になってました。まあ、ロシアとの問題もありまして、それで日米同盟の絆を強化し、中国韓国ロシアとの関係を改善するという、これは2013年の参院のマニフェストの時にそういう形になってましたが、それはきちっと実現できたのかという点でちょっと話をしていただきたいんですが、田中さんからどうでしょうか。2年前に民主党から自民党に政権が移って、日米関係は多分ね、その民主党の時代に比べて良くなったと思います。それはなぜ良くなったかというと、アメリカの私の友人たちが言うのはね、やっぱりその以前に比べて安倍政権はアクションを取り出したと、うん、行動を取り出したという意味においてね、うん、評価しているということなんですが、うん、同時にね、やっぱり深刻な懸念もあるわけなんですね、うん、日米関係上の深刻な懸念、うん、でそれがね、実はこれから来年前半にかけて出てくるのですね、うん、っていうのはいくつかの大きな懸案というのがこれから来年の半ばにかけて目白押しになっているということなのでね、そういうことに対して日本のこれからの政権がどういう施策を取っていくかということがね、やっぱり相当大きなことだと思うんですね。第一に来るのはね、やっぱり来年は2015年って戦後70周年だということなんですね。それでその中国がまさにその抗日戦線勝利70周年ということでキャンペーンをやっているわけで、実は歴史問題というのはね、欧米アメリカもそうだけどヨーロッパもそうなんですけど、日本を叩ける材料なんですよね、うん、ですからそういう意味でね、私は日米が共同でメッセージを出すということが極めて大事なことなのでね、やっぱりさっき申し上げた歴史についての自制ということが前提になるということだと思うんですね、うん、それからその次にその TPP と沖縄の問題があるんですね、うん、これは日米間の具体的な実は懸案なんですね、うん、その安倍政権が行動力があると言って評価している一つの材料は両方なんですね、うん、TPP とそれから沖縄の問題についてその政権がアクションを取っているということが日米関係がいいと言われる人、うん、もう一つの点なんですね、うん、両方ともなかなか難しくなってきてる、うんわけですね、やっぱり TPP については日本自身がもう少しその市場を開放していく努力も必要ですしね、それからルールメイキングということについてより行動的になっていく必要がある、うん、沖縄については私はね、これは非常に難しくなっていると思うんです、うん、もしね沖縄で非常に強い民意として普天間の名護移設反対っていうのがまさに大きく出てきたときに、それこそその日米安保体制そのものに対する挑戦のようなことになっていく可能性はなくはない、うん、でこれはねやっぱり日本にとってみてもね非常に避けるべきことなので、うん、やっぱり日米の信頼関係に基づいてもう一度大きな枠組みの中でねどうしていくのかっていう協議をしていく必要がある問題なんじゃないかなというふうに思うんですよね、うん、それからその多分ねアメリカにしてみればこれからの最大の課題というのはまさに中国とどういうふうに向き合っていくか、うん、北朝鮮の脅威に対してどういう体制を構築していくかということなのでね、この観点から見れば多分ねアメリカの本音っていうのはやっぱり日本に中国と韓国との関係改善を急いでくれよということだと思うんですよね。でこの点については私はねやっぱりアメリカの政権は評価してないと思いますよ、うん、この2年間のね、うん、その日本と韓国との関係、日本と中国との関係、何もその日本が一方的に悪いというつもりはないですけどね、やっぱり私はベストなねこれからの考え方っていうのは日米の同盟の力っていうのを活用しつつね、うん、中国や韓国との関係を改善していくという姿に、うん、一刻も早く作らないといけないと思うので、うんうん、この点については今までさっき申し上げたように歴史でね口実を与えちゃってると、この点については考えていかなきゃいけないというふうに思いますね、はい、ちょっと非常に素人的な質問ちょっと田中さんに一言聞きたいんですが、エッペクの時にですね安倍さんと習近平さんは25分で、安倍さん、オバマさんと習近平は1時間あったと、したらオバマさんと安倍さんも25分っていうのはね、なんかどういうことなんでしょうかと思ったんですね、うん、私はね、もし日本に戦略があるんであれば、はい、
北京で一番最初に安倍さんとオバマの会談をやるべきだった、うん、まさにその中国が実態的には大事になってきているけれども、うん、やっぱり同盟の力を示す必要があったわけですよ、あの時にね、うんうん、それが何事が起こったかといえばね、日米の首脳会談って一番最後に一番最後にその G20 の後ね、うん、やったということなのでね、私はそこが非常に残念だと思うんですよね、うん、こういうことっていうのはやっぱり考えていかないとね、うん、多分その日本が望んだのかもしれないけども、アメリカが必ずしもそれに合意しなかったということかもしれないですね、うん、それは残念だと思います、うん、はい、瀬さんどうでしょうか、今さっき の項目なんですが、日米の絆から始まる近隣国の成果をどういうふうに評価しますか。日米をしっかりさせなきゃいけないっていうのはもう戦後日本外交一貫して、まあ、大原則ですので、これはどんな政権でももちろんやらなきゃいけないわけで、で、まあ、民主党時代に、まあ、具体的には鳩山首相が例えば沖縄問題を完全にひっくり返してしまった、つまり、まあ、逆に言えばああいうことはやるべきではないわけですよね。でまあ、安倍さんはそれを、まあ、いわばやるべきことをやろうとしていて、それで、まあ、環境をまた元に戻しているというような流れを作っているということだと思いますので、まあ、そのこと自体はまあ、やはり肯定的に評価できるんだと思います。でただ、まあ、今回 その集団的自衛権の議論をしているときにアメリカから聞こえてきた声は、まあ、アメリカからすれば集団的自衛権大歓迎なわけですね、日米同盟を強くするわけですから。で、まあ、ジョセフ・ナイが言ったと言われているのは、中身はいいけどラッピングが悪いという言い方をして、でそれは、まあ、先ほどの私の言い方をすれば政策自体はもちろん大歓迎だけれども、うん、それを若干こうナショナリスティックな、うん、衝動でもって進めようとしている、あるいは少なくともそういうふうに外からは見えると、アメリカからもそう見えるわけですね。ですから、うん、中国韓国からしたらなおさらそう見えるわけ で、うん、でそこのところに対しての、まあ、違和感っていうのがアメリカから表明されているわけですよね、うん、ですから、まあ、オバマさんと安倍さんの関係が、まあ、個人的にはあんまり良くないみたいな話が、まあ、訪日の時の寿司屋の会談の後あたりなどから明示的に出てきてますけど、まあ、まあおそらくその個人的なそのまあまあ信頼関係云々というよりはそれ以前のね、なんかこうラポーといいますか、そういったものが残念ながら見えてこないということは、まあひょっとしたらその辺にあるのかなと。だからまあオバマさんも政策はもちろん歓迎でしょうけれども、安倍さんとの間の関係っていうのはそんなに親しそうに見えないというですね。で多分安倍さんから言うと多分同じことがオバマさんに対してもきっとあるんだろうと思いますけど、やっぱりこう安倍首相個人に彼らはものすごいこだわってるっていうのがあって、その何て言うんでしょうね、まあ私いろいろこう学者中心ですけれども、まあたまには学生なども含めていろいろこう話をする機会がありますけれども、まあ、若干誤解のある言い方になるかもしれませんが、特に韓国の人なんかと話してると、なんか安倍首相をもう生理的に受け付けないみたいな雰囲気が出てきてるんですね、うん、ですからまあ、それはまあいわゆる歴史問題云々なわけです。で、まあ、ここで私はそれで日本側だけを非難するつもりはもちろんなくて、うん、まあ、韓国側の問題っていうのも本質的に考えればですね、うん、彼らのこの問題に対する認識というものがやっぱ根本的にやっぱ変わってもらわないとここは動かないという現実はあると思うんですが、ただその場合にそういった韓国のいかんともしがたいこの、まあ、私はもうこれナショナルアイデンティティに近いものだと思ってますけれども、それを前提にして安倍さんを眺めると先ほど言ったようなことになるわけですけど、そうすると日本側の対応としてね、その時に日本も なんとなく今のムードはまあ日本の韓国化みたいな状況が起きていてですね、韓国があそこまで自己主張してるんだから我々だって同じぐらい自己主張するんだというようなこう力学が生まれてしまってるわけですね。で、まあ、従来の日本はそういったところに対するある程度の配慮を示しながら日韓関係を動かそうとして実際動いてきたわけですけれども、まあ、今のやや保守的なムード、国家主義的なムードの前提はそのやり方が間違ってたんだというのがあって、だから自己主張は逆に強めなきゃいけないと、まあ、先ほど日本の韓国化と言ったのはそのぐらいの意味なんですけれども、そういった構造になりつつあって、まあ、なってしまっていて、
それで物事が動かないということなんだと思います。で、まあ、日中にも私は若干似たような構図があるなと思います。なんか今の話を伺っていると、やっぱり政策的にはかなりいろんな、まあ、日米関係の強化のためのいろんな、まあ、集団的自衛権もそうだったんですけど、動いてるんだけど、それが理解されないとか不信を、ね、招くというのは残念ですよね。本来そういう形でもっと大きな理念をやっていけば、平和とかいろんな形でやればそれを使ってってことはあり得ると思うんです。その問題をね、まあ、一言していただけると、うん、私韓国の人に言うときはですね、うん、集団的自衛権なんていうのは安全保障やその軍事戦略の論理からすれば、うん、韓国から歓迎されるべきことであって、うん、反対される論理っていうのは全くないと思うんですね、うん、要するに日本が集団的自衛権を行使して日米同盟を強めるっていうのは韓国の軍事戦略からすれば非常に重要な、うん、まあ、基盤になるわけですね、明らかに、うん、でその論理は まあ、ある程度分かる人はいるんですけれども、でもそれを彼は安倍首相というレンズを通して見ているんですよね。だから軍国主義復活みたいになっちゃう。だからまあそんな議論になっちゃうわけですけど、その議論はめちゃくちゃおかしいんですけど、だからそこで僕が言うのはアメリカは区別してるだろうと、政策の中身は歓迎だと、だから韓国もそっちの方に考えるべきだというような議論をするんですが、でもどうしても先ほど言ったこだわりというのは強いですね、はい、宮本さん、その中でその最後の象徴的なデモンストレーションのイベントとして習近平さんと一応握手をしたと。で確かにその後いろんな交流が動いているので、ひょっとしたら扉を、まあ、確かに苦虫だったんですが開けた感じはするんですが、でも別な視点から見るとなんか蓋をかけたといろんな問題にというふうに見えるんですが、どういうふうにこれ理解すればよろしいんですか。これはね、蓋を閉めるしかないんですよ、うん、でもそのうちみんな忘れるぐらいになったら一番いいなと思うんですけど、うん、まあ、外交はそういうふうに少し周辺化していって、うん、それでそれ外交のイシューにならないようにするというのが当面やるべきことだと思うんで、それはそれでよかったと思うんですがね、うん、まあこれまでの皆さんの議論との中で延長線で言うとね、やっぱり日本、とりわけ今の政権に対するそのアメリカも含めてそうだと思いますけども、大きなその小物につっかかっている部分はやっぱり歴史なんですよね、うん、ですからそのいわゆる戦後の国際秩序、そういうものに対してその基本になっているのが歴史のに関する価値判断なんですね、うん、そこに挑戦をすると、うん、それはまあ歴史修正主義と言われているものなんですけども、うん、これの色彩が濃いというふうに思われかかっていると、うん、これが全ての根底にあるんですね、うん、ですからこれがやっぱり次の新しいその政権の下でですね、きちっとこう払拭されるということを我々確立しないとですね、アメリカとの関係も周辺諸国との関係も落ち着かないという、下手するとマイナスに転がっていくという大きな危険を抱えていると思いますね、うん、そういう中でやっぱりアメリカとの関係がもう皆さんもおっしゃっていたように一番大事なので、うん、対中政策も含めて、親密にその意思疎通をしてね、うん、そしてやっぱり同じ土俵で同じ方向で、日米はその対応しているということをいかに関係者の人に理解させるかっていうのは大事なんですね、うん、そういう状況になってないですね。そうですね、それはもう引き続き努力してもらわないかと思いますしね、うんうん、で中国側もそこがあるからね、うん、そこがあるからあれ以上生み出せないんです、うんうん、国と国との大きな関係ではもう日本との関係改善は決めだと思いますよ、うんうん、しかし最後そこを全部前に進めないのは、うん、その先ほど言った歴史の問題に関する彼ら その不安感というのがあるというふうに思いますね。これするとあれですが、評価的には日米同盟の基準の強化というか、まあ、民主党で崩れたやつは一応強化の方向に入ったと。しかし本当に強化されているかどうかというのは今みたいな形で一緒にアジアを一緒に考えていくとかいうレベルにまだなってないわけですから、やっぱり沖縄の問題はこれからさらに大きなハードルになります。大きなハードルになりますからね。すみません、沖縄の面、中国は一応改善されたって見ていいんですよね。2006年の安倍訪中の時の改善と今回は質が違うということですね、うん、ああいう改善にはまだ至ってないということです。至ってない、あれは戦略的互恵関係を動いて新しい関係を入りましょうということで、うん、手が打てたんですけども、うん、今回は
あの両国政府の共通認識のあの文章をご覧になっても分かんないように、ね、うん、そこまでは言ってないんですね。したらそういう状況だということだと思います。韓国の関係改善はできたと宗谷さん言っていいんですよね。韓国ですか。まだできてないんだな。首脳会全然できてないで、あできてないですこれマイナスで、ロシアは田中さん、あのさ、一応なんか首脳日中に来る、中国日本に来るとかなんかありません。まあ、なんでしょうね、ロシアをね、そのためのまさに何回も首脳会談を安倍さんはやられて、うん、一見ね、日ロが具体的な形で動いていくんじゃないかと、うん、具体的じゃ何かというと北方領土問題なんですね、うん、北方領土問題で前向きに進めていける雰囲気が出てくるんではないかって思った時に今のウクライナ問題が出てきた。だけどウクライナ問題が持ってる問題というのはね、やっぱりロシアが一方的に国際法を無視して、そのクリミアの併合をしたということでありですね、ウクライナとの関係で諸々の行動を取っているということで、これはね、一種の普遍的な原理に関わることだから、当然日本はね、北方領土問題があれ何があれですね、当然のことながらロシアに対して厳しい考え方を示していかざるを得ない。だからロシアと関係改善というか北方領土問題でその風穴を開ける努力というのは相入れない部分があるわけですよ。これはしょうがない。だからアメリカなんかがね、やっぱりこの過去何ヶ月にわたって日本は頼むからロシアの問題で抜け駆けをしないでくれよねと、それから北朝鮮の問題で抜け駆けをしないでくれよねということを言い続けてきたわけですね。だから私はね、日米同盟の基本というのはやっぱり普遍的な価値を共有しているという部分なんで、もし日本がそういう形でロシアとの関係を先に進めるんだということになればね、ロシアの圧力が落ちていくという意味で、それはやっぱりやるべきことじゃないんだろうというふうに思うんですよ。あの逆の意見を言う人はいますよ。これ今格好のチャンスじゃないかと、今こそね、北方領土問題について日本はその風穴を開けるべくプーチンを日本に来させてやるべきだという議論があるけれどもね、私はそうはならないと思うんですね。というのはウクライナの問題というのは極めてその国家主権とかね、そういうそのナショナリズムの背景がある問題だから、北方領土問題もロシアのナショナリズムが安易に妥協してくるとは私には思えないのでね、やっぱりもっとトータルな努力がいるということではないかと思います。それに関連してちょっと一言だけ、あのちょっと時間もあれなんですが、あの拉致問題の関係改善とミサイル問題の早期解決、全力を尽くして関係各諸国と一致で取り組むっていうマニフェストで、衆議院でも参議院でもいつもこういうことを書いてるんですけど、今回はあの福田さんがあの習近平に会った日にでしたっけ、あの局長を言ってなんかいろいろ動きましたよね、拉致で。あれは評価していいんでしょうか。あの当然のことながら、うん、その北朝鮮と対話をしないで拉致問題を解決の方向に導くということは無理なんですよ、うん、ですから北朝鮮との対話が始まっているということは評価すべきだと、うん、だけど考えなきゃいけないのは、その拉致問題だけで物事は解決しないということなんですね、うん、やっぱり包括的に核兵器の問題とかミサイルの問題を解決していくという姿勢がないと、うん、拉致の問題は解決しない、うん、だからあたかも拉致だけで物事を進めているような印象を与えているのは私はどうかと思うんですね、うん、やっぱりアメリカや韓国と場合によっては中国とも十分協議をした上でね、うん、拉致の問題をやっていくということが実は核とかミサイルの問題にとってもプラスなんだということをやっぱりね、説明をし相手を説得しないといけないと私は思います。はい、わかりました。じゃあちょっとここでひとまず休憩を挟んで最後の評価に入りたいと思います。私たちが政治家に白紙委員状を与えることができないというのはその通りだと思います。国民一人一人が自分の考えがあり、志があり、願いがあるわけです。まあ、代表民主制という制度がある限り、もちろん国民が直接政治家に代わって政治を行うことはできませんけれども、我々は政治家に、ある当然の期待を持ち注文があり、その枠内で政治家が政治を行うことを要求していいことだと思うんですね。そういう意味では選挙民と政治家との間に永遠の緊張関係があってしかるべきだし、それが失われているのが今の日本の現状ではないかと思います。そんなことでもちろん政治家は自分の所信を国民に率直に説明し、それに基づいて我々は政治家を選び政党
選んでいくべきですけれども、そのコミュニケーションがうまくいってないと、国民をもっと考えさせ、国民にチャレンジし、自分の理想を国民に問うという姿勢を貫いてほしいというのが私の考えであり、願いでもあるということが言えると思います。はい、では最後の評価のセッションになるんですが、まあ、ここは非常に重要な時間なので、ちょっとまとめて聞きますけど、一つは集団的自衛権の閣議決定の変更もそうなんですが、やっぱりあと国家秘密法特定法案でしたっけ、法案がありますよね。やっぱり国民に対してなかなかこう説明が足りないんで、まあ、国民だけじゃなくて周辺国ということもあるかもしれないんですが、そういう手法ということ、まあ、をどう見ていけばいいかということがあるんですね。で、私たち言論評の有識者アンケートでも、今回 その政治の争点で一番多かったのは、安倍首相の政治性の政治手法というものを問う声がやっぱり半数を超えたんですね。アベノミクスという問題もあったんですが、だからそこのあたりと、あと沖縄の問題がやはりちょっと気になるのは、やっぱりこれも一つの民意で、沖縄の県知事選で野党も保守も一緒になっちゃって否定された、つまりお金で進行するというやり方に対するかなり拒否が出てきているという感じがちょっと出てきているので、この問題は多分日本の政治にとって非常に大きいし、選挙であまり十分に語られてないんですが、これをどう考えればいいかということをちょっとお話していただきたいんですが、じゃあこれも田中さんからどうですか。集団的自衛権の問題、私も手法の問題だと思うんですね。集団的自衛権の行使を認めるか否かっていう議論をすると、私なんか認めるべきだというふうに思うし、多分それはね、安倍さんなんかと同意見だと思うんです。だけどね、一体どういう形でそれを現実にしていくかというところに至ると、やっぱりね、これまでのその内閣が取ってきた立場とか周辺国との関係とか、それから最も大事なのは憲法9条との関係ですよね。私は憲法9条との関係を見、かつこれまで取ってきた解釈とかいろんなことを考えた場合に、極めて限定的な形でしか解釈によって変更することはできないというふうに思うし、それをね、私は明確におっしゃるべきだというふうに思うんですね。それでね、それじゃあ一体ね、環境が変わったことによって、今まで集団的自衛権の行使でとして禁止された部分でやることにしなければいけない部分は何かということがこれから議論されていくと思うんですが、2つしかないんですよ。1つは、例えばこれはほとんど限定してもいいと思いますけど、朝鮮半島有事になった時に日本がどうするかっていう点について、よりその広範囲な日本は行動を取らなきゃいけない。これ日本の安全に直結していることだから、日本の国民の生命や財産というのは脅かされる危険性というのはもろにあるわけです。ですからこれについては変えなきゃいけない。もう一つあるのは、 PKO という国連が安保理で決めた行動について日本がいろんな制約を持っているのはおかしいということなんですね。この2つだけなんですよ。ですからこういうことっていうのはきちんと国会を通じてね、説明をされて、当然言ってることが整合性あるよねって過去とね、私安倍政権にとって一つ大きな問題点というのは、まずプロパガンダを打つわけですよね。それから現実に根ざした行動を取ろうとするんだけど、周りの人がね、ひょっとすればもっとその背景にどーっと将来は拡大していくんではないかという恐れみたいなものをみんな持ってるわけですね。これは歴史の問題についてもそうなんですね。口ではおっしゃるが、本当は歴史修正主義なんじゃないかとかね、そういう一種の再維新みたいなものがものすごく膨らんでいくということはね、私は日本にとっても安倍政権にとっても損だと思うんですね。やっぱりもう少し現実を見極めた対応を最初から捉えることが大事なんじゃないかなというふうに思うんです。それから沖縄の問題はね、私は今度の選挙によっても変わってくると思う。まあ、知事選というのはね、やっぱり今度の選挙の対立っていうのは、どちらかというと全ての選挙区においてね、その普天間移設について賛成か反対かっていうことが、まさにイシューになっているようなことになると思うんですよね。ですからそれ、やっぱりそれはね、民意っていうのはね、沖縄の知事選だけが民意だとは思いませんけど、やっぱりよく見極めなきゃいけない。で、それを踏まえた上でね、私は当然そのこれからね、その名古屋への移設を強行していくのか、
そうではないのかということも含めてね、やっぱりね、米国との一種の日米の安全保障協議というのはものすごく大事になっていくと思うんですよ。それはその日本と今の環境が変わっているわけですし、自衛隊の役割も変わっていくわけですよね。集団的自衛権の一部その行使の容認という事態も踏まえね、やっぱり日米の安全保障体制の在り方というのは不断に協議しなきゃいけない。でその普段に協議する中の基本原則というのは信頼関係があるということですからね、それも踏まえてこれからやっぱり包括的な協議を日米間でしていく、別にそのいや名護について諦めましたなんてことを言う必要は全くないし、そうあってもならないんですがね、だけどやっぱり柔軟にものと考えていく姿勢というのはね、これから大事なんじゃないかというふうに思うんですよね。だから私はそこで求めるのはね、やっぱり現実を踏まえたねリアリストとしての要するに格論になっていくはなっていくほどですね、それが必要になる、やっぱり不要な猜疑心をね作っちゃいけないということだと思います。はい、末さんどうですか。はい、集団的自衛権の問題はまず第一に日米同盟の問題ですよね。で次に東アジアの安全保障の問題だと思います。それからまあ日本からすれば日本にとっての安全保障戦略の問題であって、でそういう観点からの集団的自衛権の議論っていうのが全くないっていうのは非常に残念ですね。それでまあ、なぜかというと、まあ、先ほど来申し上げていることと同じなんですけど、その安倍首相が最初にアジェンダとして公言してきたのは憲法改正ですね。それ で憲法の改正のために96条の改正ということを打ち上げた、それで発議しやすいようにするということですよね。その国会での、ね、改正発議を、まあ、3分の2から単純過半数にすると。でこれは産経新聞の世論調査ですらネガティブな反対の方が若干多かったんですよね。でそれ以来安倍首相はこのアジェンダを引っ込めて、で次にやったことがこの集団的自衛権の閣議決定だったんです。ですから憲法改正の衝動から始まって、だんだん安倍さんなりに現実と妥協して出来上がったのがこの集団的自衛権の閣議決定 で閣議決定の文章を読むと論理的には非常におかしな話になっていて、つまり9条の論理は変えないと。で9条の枠内で集団的自衛権が可能になるような解釈をあそこでこうひねり出したわけですね。で、まあ、まさにそのプロセスが全て私は物語っていると思うんですが、そういう順番で考えてきた集団的自衛権ですから、まあ、先ほど申し上げたその日米同盟の問題、東アジアの安全保障の問題、日本の総合的安全保障政策としての問題という論点が全くそのプロセスにはないわけですよ。でだけどこれ実際に行使でき、限定的にせよ行使できるようになれば、それは当然ながら日米同盟の運営の問題になるし、東アジアの安全保障問題になるわけですけれども、その現実に足を今度、まあ、この次の国会で法制化をしていけばですね、足を踏み入れるわけですね。だけどその時にそういった発想がないままに法律だけできた場合に、その法律をどうやって使うのかっていう、そういう知的な準備、政策戦略論的な準備がないということですから、それ非常にまずいと思いますよ。でもう一点だけ申し上げると、私はこの集団的自衛権の問題というのは実は沖縄問題とも密接に絡んでいると思うんです。つまり沖縄の米軍基地問題というのもまさに日米同盟の問題であり、東アジアの安全保障問題ですね。で、まあ、単純な論理を言えば、集団的自衛権を行使するようになって、日本が日米同盟の枠内でより大きな軍事的役割を引き受ければですね、沖縄の基地の軽減というのは論理的にその発想は出てくるわけです。それから東アジア地域との安全保障協力、あるいはアメリカのプレゼンスを、まあ、オーストラリアがそういう方向に若干動き出してますけれども、そのアジア、そこに私は韓国もぜひ入ってほしいと思うんですが、まあ、共同分担するというような方向性での戦略を動かしていけばですね、まあ、オーストラリアなんかは立派に集団的自衛権をもうたびたび行使しているわけですから、そうするとそのアメリカの役割っていうものを日本が今まで過重に肩代わりをしてきて、沖縄がその犠牲になったっていうのはその通りであって、でそれを軽減するためには、例えば今申し上げたようなね、全く新しいその戦略的展望の中で沖縄の基地の軽減というようなことを考えるっていうのは、私は発想としてはあるべきだと思うんですね。だけどそういう要素のかけらも、政治家から出てこない、政党から出てこない、それ非常に残念です。宮本さんどうでしょう。まあ、政策というのはその
現実の中から生まれてきて、その現実というのはいろんな諸要素が複合的に絡まっているので、したがってその一つの切り口からだけだときれいに説明ができないという世界なんですよね。だから政治はそれに対して多く語ろうとしない、政府もその語ろうとしない、そういう部分に関してはね。しかしそこでその議論が終わってたんじゃ、実は我々の追求しているいわゆる成熟民主主義、そういう新しい日本の時代を作ろうとしたときに不十分なんで、やはりそれを補完するその言論会とかね、そういうところでそういうふうな議論を単に政治家に喋らせている説明責任が足りないじゃないかというだけではない、彼らのそういうところまでどんどん掘り下げたやっぱり議論というものを日本社会全体としてもう少し強化して、それが国民に届くという仕組みは絶対に必要だというふうに思います。うん、私ももう昔からその集団的自衛権に関してはもう当然なされるべきだというふうに考えてまいりましたし、筋論としてはやっぱり憲法に手をつけざるを得ないなというふうに思った他方、政府に身を置いたものとしてそれを言ったらいつ実現するかわからない、同時にアメリカとの関係もだし、北朝鮮の問題も共和制の問題が迫ってくると、そういう中でどうするかということで、まあ、現場のその人たちが心筋苦言してるなっていうのは分からんでもないわけです。しかしだからそういうものなんだということをきちっと白日のものにさらして国民にはしっかりとした認識を持ってもらう、本来はこの議論からするとこうだけども、しかし現実でこういうふうに妥協してこうなってますよと、しかし本来あるべきことはこういうことじゃないでしょうかというグループがいてくれないと、そこをやっぱり政治とか政府に頼るというのは難しいんじゃないかなという感じがします。それから沖縄の問題はね、もうまさにそうなんでね、皆さんが議論されてそうなんですが、これはまた現実とそのあるべき姿との狭間の中でその非常に苦労するところなんですがね、僕1年半ぐらい沖縄に生活させてもらってですね、一番強いというか強烈な印象はやっぱりね、沖縄の人たち その本土に対する感情ですよ。これはね、複雑で深いですよ。僕は一番衝撃を受けた沖縄の方の発言はね、2001年でしたかね、先進国首脳会議が、うん、初めてその東京の外で沖縄で開かれましたね。森さん、小渕さんがそれを言い出して、森首相がそれをやっていただいたんですが、その首脳会議が開かれて、やっと自分は日本人だと思ったって言うんですよ。うん、逆に言うとそれまで思えなかったということですよ。僕いつもだからそういうね、いつも遊びに行ってます、ね、いやだからそういう沖縄の人の停留にある気持ちを我々本土の人間は夢ね、軽いもの、まあ、テイクフォーグランティッドで沖縄も日本のね、間違いなく一部でどうのこうのという、こういうことじゃないね、うん、ものも沖縄の人の心の中にはもうあるんだということで、沖縄問題を我々認識しとかないと。何言ってんだ、もうそのいろんな援助をもらって、いわゆる手当をもらって、中央からね、政府からいろいろ支援してきましたから、だからもう基地をもらってもいいじゃないかなって、こういう夢こういうふうなメンタリティに我々になってしまうと、沖縄の人の心は去っていくと思いますよ。皆さんちょっといいですか、はい、その意味でね言うと、はい、そのやっぱりそういった沖縄の方のこう気持ちっていうものはもちろん大事です。それは無視することはできない、すべきじゃないですけども、それとその安全保障の論理 その妥協をどう図るかというときに、普天間を辺野古に移すということは、まあ、当然沖縄の負担はその分減るわけですよね。だけどそこで止まってるからこの反発が返る、つまり中長期的にはやっぱり減っていくんだっていう道筋を示して、その枠の中で現行プランを例えば動かすのであれば動かそうとするという、やっぱりそういう対応が僕は政治には必要だと思いますね、はい、いずれにしてもそういう話は 今回のマニフェストはほとんどないんですね。だから政党がやっぱりいろんな国民を本当の意味で考えなきゃいけないという争点をかなり選挙を飛ばしていくんですね、日本の政治はということですけど、まあ、有権者の人はいろいろ考えていただきたいと思います。まあ、ちょっといろいろ今議論してですね、確かに非常に理念というか実際に行われていることとかやっていることは、その日米を非常に中心にしてやっているって言ってるんですけど、国民から見るとなんか安倍さんと小川さんが仲良くね、アジアの将来について議論してるってあまり光景見たことがないし、過労してなんとなくやってるという感じで、
だから政策的な評価ではかなり高くなっているんですが、しかし実際的にその、まあ、動態的に動いている安全保障なり外交という大きな展開から見れば、ちょっともう少しいろんなことを、まあ、考えなきゃいけない、そのために今日の議論は非常に役に立ったんだと思います。で最後にですね、まあ、こういう議論をしていればすごく痛感するんですが、今度の選挙が極めて重要だっていう、関心はないっていうか幸せで忙しい時にと思われている方があると思うんですが、極めて日本の方向なりいろんなことに非常に重要な局面の選挙だと、やはり選挙というのはやっぱり重要なんだと。でそれに対してやっぱり政治はきちっと国民にきちっと説明しなきゃいけないし、国民も有権者もきちっと目でそれを 見破らなきゃいけないというか、まあ、そういう局面になってきたと思うんですが、その視点で皆さんに今回の選挙どういうふうに受け止めて、まあ、どうすればいいのか、まあ、特に有権者に何かを言えるようなことをちょっと言っていただきたいんですが、どうしましょう。じゃあそうですか、ですか、はい、まあ、ここで外交安保問題議論して、私は今回の選挙のいわゆる隠れた革新的争点ってまさにこの問題なんじゃないかと思ってるんですね。それはどういう意味かと言いますと、まあ、安倍首相は解散した時に消費税の先送りのことを問うと、まあ、言って、ただこれは野党もみんな賛成なんで争点にならないんで、まあ、あっという間に消えたわけですね。それでアベノミクスの是非ということを持ち出してきたと。でこれも私は論理的に見たら非常におかしいと思っていて、つまりまあ、アベノミクスがうまくいっているのであれば、ね、選挙先送りした方がいいはずなわけですよ。だけど、まあ、これはまあ経済学者、まあ、経済のプロたちは大体こう否定的な人が多いということが物語るように、先行きは極めて不透明なわけですね。でそうすると、まあ、まあ野党の準備が整わない今のうちにやっておいた方が、まあ、これからを考えた時に、まあ、いわばセカンドベストだということだったと思うんです。でそうすると、まあ、今回自民党はまあ、勝つということをどう定義するかはありますけど、まあ、おそらく勝つと思いますね。そうすると安倍さんは来年総裁多分無風で再選で、そうすると今度の選挙から4年間を安倍さんは手にするわけですね。でその4年間で何をやろうとしているのかということが実は私は重要な争点だと思っていて、過去の評価よりはね、それがないんですよ。それ で4年間でやろうとしていることと考えた場合に、今日議論したようなことは、うん、まさに安倍さんの信念とか、まあ、その理念に関わることですから、うん、私は極めて重要だと。でそういった意味で私は今回の選挙の、まあ、実は隠れた革新的争点というのは今日議論したことだと、うん、本当に思ってます。そうですね。私は一言だけ申し上げますけどね、はい、外交政策も安保政策もそうなんですが、民主主義統治で一番大事なことは異論があるということがきちんと表に出ていかなきゃいけない、うん、だからそのまさに選挙なんかはね、チェックアンドバランスというね、民主主義の基本的な理念をやっぱり一番大事な概念にしなければいけないので、今ね世の中で見えてる風景っていうのはね、やっぱりね国家主義的な傾向ってのはすごく出てきてる。国家が権力を持って異論を封殺していくというね雰囲気っていうのがね徐々に出だしてる。これが一番危険なところだと思うんですよ。やっぱりいろんな政策について異論があり、異論があることを認めるということがね一番この国の民主主義にとって大事なことだと、選挙っていうのはねそれをよく考えて投票しなきゃいけないなと私は思ってます、はい、どうですか宮本さん。まさにそういう大きな問題があって、その我々はねかなりのところまだ戦後を引きずってるわけですよ、うん、したがってその一種のイデオロギーの対立のあの時代があってね、それを克服できずに今いて、しかし我々が今このもう一回原点にもっと考えなきゃいけないのは、民主主義というものは何かと、いかにしてこの民主主義を我々自身の手で強くしていくかというところに今その我々問われているわけですね。今回したがってそういう気持ちを持って、そのまさに外交の安全保障問題も重要なアジェンダだということを認識をしながら、その投票所に向かっていただくということは非常に大事なんですが、しかし今回我々が今経験していることはね、ある意味で惨憺たる政党政治の現状ですよ。こういう政党政治の現状のままでね、これから5年10年の日本というものがね、どういうふうな結果をもたらされているかと、すなわちその単に政治に従事している人だけじゃなくて、社会、日本社会全体がね、こんな政治はいかんと、どういうふうなことになれば一番いい民主主義が発揚できるね政治になるのかということをある意味での反面教師としながらですね、国民の皆さんにお考えいただいて、
選挙が終わった後はこちらの方での国民の動きになればいいなというふうに思います。はい、どうもありがとうございました。ということで時間になりました。今日は安倍政権の安全保障外交という問題についての評価をお送りしたんですが、やはり日本の将来進路という点で我々が本当に考えなきゃいけないものが今本当は迫っているんだと、本来はそういうことを問う選挙であるべき、それが国民の信を問うという話なんですが、しかし我々の姿勢はまだこの選挙から始まってですね、非常に重要な局面に関して我々政治に対してもきちっと真剣にそれを向かい合っていくという流れができたらなと思っております。ということで私たちの評価のこの議論をぜひ皆さんもご活用していただければと思います。ということで皆さんどうも今日はありがとうございました。